今回の夏休み工作はこちら。牛乳パックと紙皿で作るビー玉コロコロを紹介します。まず材料の説明をしていきます。牛乳パック、紙皿、18センチのものを使っています。カッター、ハサミ、コンパスカッター、こちらはダイソーで買いました。なくても作れますがあると便利です。あとはビニールテープ、載せ忘れましたがセロハンテープと紙コップも使います。あとは転がすビー玉も必要です。まず牛乳パックの底をカッターでカットします。次に飲み口部分もカットします。四角い牛乳パックを円柱にしたいのでこんな感じに折り目をつけて角をなくしていきます。ひたすら折っていきます。こんな感じに円柱になったら OK です。もし牛乳パックの柄を隠したい場合はこの時点でコピー用紙や画用紙を貼ってください。紙皿の真ん中に穴を開けます。今回はコンパスカッターを使って直径6センチの穴を開けていきます。コンパスカッターを使うときはマットと一緒に紙皿の方を回すとうまく切れます。紙皿は牛乳パック一つの大きさに3枚使います。一箇所カットします。そうしたら2センチくらいの切り込みを1周入れていきます。私の使った紙皿だとちょうどくぼんでいる部分までカットします。カットした部分を内側に折り下げていきます。円柱にした牛乳パックにこの紙皿を巻きつけていきます。セロハンテープで一旦仮止めをして位置を決めていきます。この時点では始めと終わりだけ貼ります。ビー玉を落としてみてうまく転がるか確認します。ビー玉が外側に落ちてしまうようなら角度などを調整します。ポイントとしてはなるべく紙皿をぐっと引っ張るようにして貼るといいです。何度か転がしてみていい位置を探しながら作ってみてね。
何度か転がしてみて大丈夫そうなら、セロハンテープで他の部分も留めていきます。一周貼ることでビー玉の転がり方が変わる可能性があるので、貼ったらもう一度転がしてみて確認します。大丈夫そうなら2枚目の紙皿をつけていきます。1枚目の紙皿につなげてもいいですが、今回はつなげずに段差をつけて作ってみます。1枚目と同じように最初と最後を仮止めして位置を決めていきます。ぐーっと引っ張るようにして止めます。ビー玉を転がしてみて、うまく2枚目に落ちるように調整していきます。こんな感じに転がれば OK です。3枚目の紙皿をつけていきます。3枚目も前の2枚と同じように調整しながらつけていきます。こんな感じに転がるようになったら、ビニールテープでしっかりと留めていきます。最後にビー玉が入る部分を紙コップで作ります。こんな感じに浅くカットするだけです。これを一番下の部分につけていきます。これで完成です。